スターは存在する。幽霊も存在する。彼らは我々の中に住み、時として勝利するのだ。スティーブン・キング。インストラクターの柚木ゆかりです。アシスタントの絆あかりです。今回は痴漢を解説するわね。よろしくお願いします。まず痴漢の定義を紹介するわね。警視庁によれば、痴漢を検挙する際の罪状と具体的な行為は次のようになるの。強制わいせつ罪、各都道府県の迷惑防止条例違反。1、衣服や下着の上、あるいは身体に直接触れて、手で下半身や尻、胸、太ももなどを撫で回す。2、背後から密着して、身体や股間を執拗に押し付ける。3、衣服のボタンやブラジャーのホックなどを外す。4、エスカレーターや階段などの場所で、スカート内をカメラやビデオで撮影しようとする。器物損壊罪。1、スカートなどの衣服を切り裂く。2、衣服に精液などを付着させる。公然わいせつ罪。公衆の面前で陰部などを露出する。軽犯罪法違反。つきまとい、覗き。これらの定義から外れるものは痴漢とは言えないのでしょうか？痴漢にはこれらの罪状に該当するとは断定できない事例も存在するの。例えば、加害者が傘やカバンなどで尻をつく、スカートをめくる、耳に息を吹きかけるといった行為ね。だから一般に言われる痴漢とは、迷惑防止条例に違反した明らかな犯罪行為だけでなく、公共の場面で他者を心理的に不快にさせたり不安にさせる迷惑行為という側面があると考えられているの。痴漢を心理学の観点から定義すると、性嗜好異常、パラフィリアとして接触障害と分類されるわ。これは見知らぬ人物の股間や乳房などの身体に触れることに強い性嗜好を有することや、見知らぬ人物に性器をこすりつけることに強い性嗜好を有することと定義づけられるの。痴漢の原因として性的な行為の代償行動だと言われることがあるけれど、半数程度の加害者が動機として痴漢をすると興奮するからを挙げているから、代償行為というより痴漢という行為自体を嗜好している加害者も多いの。痴漢の発生場所はやはり電車が多いのでしょうか？その通りなの。痴漢の発生場所は東京都内で言えば、電車内での迷惑防止条例違反が半分以上を占め、痴漢の多くが電車内で発生していることがわかるの。そして痴漢が最も多く発生しているのは朝7時から9時台の通勤時間帯なの。この時間帯に被害が多発するのは、電車が混雑していることに合わせて、被害者が学校や会社への遅刻を避けるために手間のかかる警察への申告を行わないことが理由だと考えられるわ。痴漢はどのぐらい発生しているのでしょうか？痴漢に関する犯罪統計としては、迷惑防止条例違反の痴漢事犯の検挙件数と電車内における強制わいせつの認知件数があって、2018年の迷惑防止条例違反の痴漢事犯の検挙件数は2777件で、電車内における強制わいせつの認知件数は266件となるの。警察庁が通勤通学で電車を利用している大都市圏の16歳以上の男女合計3256人を対象にして行った調査では、女性の 13.9% が痴漢に遭ったことがあると回答しているのよ。福岡市の電車の女性利用者を対象にした研究では、過去1年に痴漢被害に遭ったことのあるものの割合は 28.4% だったの。他にも郊外の女子大学生39名に対して実施された聞き取り調査によると、25名が今までに一度以上の痴漢被害に遭ったと回答しているの。痴漢の加害者にはどんな人物が多いのでしょうか？痴漢の加害者はそのほとんど全てが男性で、年齢は20代から40代がそれぞれ2割から3割を占め、職業では会社員が6割を超えているのよ。一方で被害者はほとんどが女性の10代から20代で8割近くを占め、高校生が約4割、会社員が約3割を占めているの。そして痴漢には
男性の被害者も存在しているのよ。痴漢の分類にはどのようなものがあるのでしょうか？痴漢は大きく分けて3種類に分類されているの。混雑した車両で体に触れる混雑車両型、座席の上などで体を触ってくる座席上型、路上で体を触る、あるいは性器を露出する路上型なの。そして加害者の多くは通勤等で日常的に使用している路線で、その日に偶然見つけた被害者に対して痴漢行為を行っているのだけれど、 10% 程度の加害者は以前から目をつけていた女性を狙って犯行を行っているの。性犯罪には案数が多いと言いますが、痴漢の場合はどうでしょうか？研究によると、痴漢で警察に被害届を提出した人の割合は 2.1% から 10.9% で、年間の痴漢の発生件数を約4000件として、申告率から案数を含めて大まかに計算したところ、全国で年間約4万から20万件、1日に平均して112件から562件の痴漢被害が発生していると計算されているの。痴漢の案数は認知件数の10から50倍と考えられるんですね。案数は警察に被害届が提出されないことで大きくなるの。愛知県で18歳から29歳の女性を対象に実施された調査では、被害者が警察に被害届を出さなかった理由は次のようなものだったの。大した被害ではなかったから 54.4%、 誰がやったかはっきりしなかったから 32.8%、 届け出ても意味や効果がないと思ったから 32.8%、 届け出るのが面倒だったから 22.2%、届け出る時間的余裕がなかったから 21.5%。 他にも福岡県久留米駅を利用する女性客を対象とした聞き取り調査でも、被害届を出さなかった理由に面倒くさい 18.8% や時間がない 16.7% が挙げられているの。手続き自体に関わる問題が被害届の提出を阻害する要因の一つとなっている可能性があるのですね。そうなの。そして多くの被害者が我慢する 52.6% やその場から逃げる 45.1% などの消極的な対応しか取っていないのよ。痴漢の再犯率はどの程度なのでしょうか？強姦や強制わいせつの再犯率は1割に満たないのだけれど、痴漢は再犯率が高い性犯罪だと考えられるの。性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決を受けた者1791人を対象にした調査によると、痴漢は性犯罪前科がある者の割合が 85.0% と最も高く、複数回の性犯罪前科のある者の割合も 67.5% と高くなっているの。性犯罪前科の罪名を見ると、強姦による前科のある者は 3.2%、 強制わいせつによる前科のある者は 21.7%、 迷惑防止条例違反による前科のある者は 79.6% と高い割合だったの。痴漢はどうして再犯率が高いのでしょうか？痴漢を繰り返す加害者には、電車を買えないのは喜んでいるからだ、このくらいならば嫌がらないだろう、強姦しているわけではない、スカートが短いのだから触れられても仕方ないなどと言って性犯罪を過小評価し、被害者が強い抵抗を示さないことを同意があったと解釈する者が多いと言われているの。また痴漢が犯罪行為だと認識していても、尻や胸、性器などを触れることだけが犯罪行為で、自分の行為は痴漢に該当しないと捉えて犯罪とは認識していない加害者もいるの。他にも痴漢が犯罪行為だと知っているが、故にここでしか得られないスリルを感じて性的興奮が高まるという加害者もいて、再犯につながると考えられているのよ。そして混雑した電車やバスは混雑に紛れて犯行に及びやすく、犯人が特定されにくい、被害者の抵抗が難しい、自分が逃げやすいといったことから犯行しやすいと考えている加害者が多いのよ。迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪は執行猶予や罰金及び過料などに処せられることが多く、罪の軽視によって再犯が継続することも考えられるの。
痴漢は日本特有の性犯罪だという説を見かけますが、実際はどうなのでしょうか？確かに痴漢を日本特有の性犯罪だとする説を見かけるけれど、それは間違いで研究者からも否定されているの。実際に海外でも満員電車や満員バスなどの人々が密接した状況では痴漢が発生することがあるのよ。1994年の米国連邦司法省の資料によると、米国では18歳になるまでに女性の4人に1人、男性の7人に1人が一度以上痴漢の被害を受けているそうなの。米国でも BBC の2017年の報道によれば、電車内で発生した性犯罪の報告件数が過去5年間で2倍以上に増えたそうなの。痴漢の発生時間帯も日本と同様にラッシュアワーに集中していたそうなの。これは米交通警察や鉄道会社が被害者に警察へ報告するように呼びかける運動を実施したためと言われていて、それまで英国では痴漢は存在していたものの見過ごされていたことを示しているの。またフランスでも痴漢はその他の性的攻撃という数字に含まれていて、個別には統計が取られていないのだけれど、フランス内務省国家警察総局の幹部によると、統計上の件数は明らかになってはいないものの、日本の痴漢に相当する女性の体の一部を手で触るタッチングという行為が増加しているとのことなの。米国、英国、フランスでも痴漢は発生しているんですね。ただし諸外国に比べて日本の通勤電車は混雑率が高いので、諸外国よりも日本の方が痴漢の発生率が高い可能性はあるの。今回の解説は以上となるわ。最後までご視聴ありがとうございました。